歌川国松とは、江戸時代後期から昭和時代にかけての浮世絵師。あとに五代目、歌川報告と、追放された。歌川国鶴の門人。歌川国鶴の三男で、二代目歌川国鶴の弟。聖和和田、名は国次郎。一流祭、一応祭、福道と合す。晩年には、岩船と合した。一時期、二代、歌川豊重。 または、一流才と吉下と名乗ったが、間もなく福田区二松と改めた。左利きであった。12歳の時、江戸田所町の古木正大国屋へ、デッチ暴行に出ている。明治初年に、横浜吉田町の実家に戻り、父国鶴の下で、浮世絵を学び鍵を収めた。父の死後、明治12年25歳の時には、横浜吉田一丁目七にある自宅で藩元を、 開業した後、上京して、半元、丸谷哲二郎の世話によって、小林栄拓に入門し、その頃荒磯新,新聞に挿絵を描いている。続いて、豊原国地下の門にも入り、有機よ新聞に入社した。また、明治17年に、大阪、この花新聞に招聘され、2年間財反し、朝鮮事変関係の西絵などに筆を振るった。 この頃から明治四十五年にかけて、須藤南水、坪内昭洋、広岡流行、岩谷さざ波、エミスイン、大橋音原の単行本小説の口絵をたしをく、すり木版画で描いている。後に帰京して、雑誌や東京営利新聞、営利町や新聞、毎日新聞、明けぼの新聞などに挿絵を描いた。明治二十二年には、京都の日肘新聞に挿絵画家として招かれ、 明治36年まで計で今日構え作画をした。同年に一時東京へ帰京し、東京へ入り新聞などの挿絵を描いた後再び、大阪へ赴もき、何は新聞などの新聞に挿絵を描いた。また本や、絵はがきやおいなんだ。大正10年頃には再び東京へ帰京。さらにオットマンスモリックに、石版画も学んだようであった。豊重の楽観では、横浜ステーションの図や、 横浜新海地高島町鉄道の新図、国松として横浜名称セリのシリーズなどの横浜絵が知られている。明治期には豪漢、恋娘昔八条一冊の挿絵を描いている。挿絵は明治12年から明治20年頃に多くの新聞や雑誌において手掛けている。明治10年代に手掛けた雑誌の例として、花岡紀園丹東京に開き、横浜に香るや、 治安協業展気分が挙げられる。いずれも、明治15年のものである。また、大正の頃には主に戦車札の絵や役者絵を描いていたほか、肉筆浮世絵や写真撮影書の背景画なども描いていた。幕末明治風俗図の96枚目、七夜の画中にある六角の安洞がどうしても描けぬと、妻君に語り、間もなく寝ついて、筆を持たなくなったと言われる。 東京都台東区、追松町にてボス。去年90。墓所は、港区芝の増上、寺内恒由金。なお没後、昭和47年に、老いの六代目、宇多川報告らによって五代目、宇多川報告の称号が与えられた。五代目報告という決定は、宇多川国鶴の没後に四代目、宇多川国政が、宇多川はじめ門に持ちかけていったものである。 ありがとうございます。